テオフィルド・ガランシエールは17世紀ロンドンで活動したフランス出身の医師、ノストラダムスの予言集の英語大訳版を出したことで知られる。この版はフランス語以外で出された初めての版であり、英語に限らず大訳版はこれ以降250年以上にわたって出されることがなかった。このため、特に英語圏では彼の版の知名度は高い。なお、この人物では著作中では、 セオフィラスでギャレンジアーズというラテン語混じりの表記を行っていた。1636年にカーンで医学博士号を取得し、遅くとも1647年までにイギリスへ渡った。とえご、1657年にオックスフォード大学でも医学博士号を取得し、ロンドンの医学校に勤務した。医師としてこの破局的な1665年における ペストの本質、原因、兆候、救済、予防に関する理論的小論、混じり気のない真の産後染料の体への脅威の効能と素晴らしい効果などを観行した。彼はカトリックの信者であったが、都営の際に帰郷しており、後にクレメンス発生が陰謀と狡猾な策略を持って教皇に選ばれた有名なコンクラーベを観行している。 ガランシエールの大役版正式名を、フランス国王アンリ2世、フランソワ2世、シャルル9世位の G にして、不正室の最高の天文学者の一人であった、ミシェルヌストラダムスの真の予言あるいは予測。テオフィリド・ガランシエールによる翻訳と注釈という。百七十二年と百八十五年に、ロンドンで刊行された、予兆詩を含まないものの、それ以外の、 予言集の内容はほぼすべて含む。なお、ノストラダムスはシャルル9世の G だったことはあるが、アンリ2世やフランソは2世の G だったことはない。タイトルは、口述のフランス語定本の不正確な表題を踏まえたものであるため、この点を誤っている。定本には、最初の完全版である1568年リヨン版を用いたとしているが、実際には、 その版は1649年頃にパリ、またはトロアで刊行された偽年代版であったことが明らかになっている。これはジュール・マザラゴを陥れるために偽の紙編を織り込んだものであった。こうした定本の粗雑さに加え、エチエンヌ・ジョベールの注釈書に基づいて原文を改編しているため原文に対する評価が極めて低い。また、 19世紀の諸子学者ビュージェがまともに構成作業を行っていないと告表している通り単純な誤植と思われる箇所も多い。他方でピエール・ブランダムールによるノストラダムス予言集の工程版ではガランシエールが勝手に書き換えている語の方が文脈には適合していると評価されている箇所もごく一部ではあるが存在する。1681年に JB フィラレロスがロンドンで観光したイングランドにとっての喜ばしき朗報、すなわち著名なミカエル・ノストラダムスの予言では、ガランシエールの英訳を用いたことが明言されている。同じ時期に英語でのノストラダムス関連のパンフレット類の観光点数が富に増加しており、ガランシエールの著書の影響を見ることができる。しかし、現在ではその評価は極めて低い。 エドガー・レオニア・やエブリット・ブライラーといった20世紀英語圏の回帰派の研究者はその英訳を酷評している。信奉者の間でも積極的に用いようという論者はほとんどいない。例外はアメリカの出版業者ヘンリー・シー・ロバーツであり、彼は1947年に予言集の英仏大役版を出した際にガランシエール版の原文、英訳とも徴用した。 日本で刊行されている唯一の普通型役版はこのロバーツの本からの重役である。ありがとうございます。